吉田さん、年齢は重ねていきますよそれによっていろんな問題が生じてきますけども、まあ、抗い続けるっていうこととかなと思うんですよやっぱりね何の準備もなく「えいや!」って運動するときついですよ。で少しずつ少しずつコンディション整えながら運動するとなんとかやっていけるんでこれがだから体を動かすことだけじゃなくて多分ね気持ちを動かすこと。 ネネットビジネスやろうううかかなななと思う時でも同じじように働くんじゃないかなって気がします年寄りを取れば取るほどなんかこの段取りが片付いたらとかこれが終わったらとかねでこれタバコ一本吸ったらみたいな感じでもた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 するようになっちゃうんですかねやっぱりねだから年寄りは使えねえなっていうふうに思っていたし今思われてるんでしょうねきっとねだからそうならないように億劫だなと思えば思うほど「えいや!」って始めるようなね新しい精神力それが50を過ぎての ちょっと精神力なのかもしれませんまあ、日々戦ってますよこういう気持ちと、うん、うん、多少の無理をしないと無理ができなくなってきたってとこですか強がっても50ですいってらっしゃい